電子レンジでおかゆを作ってみましょう。大きめ耐熱ボウルにご飯 100g と水 200cc を入れ、ご飯をほぐす。両端に隙間を空けるようにふんわりとラップをかけ、電子レンジ 500W で4分30秒加熱する。やけどに気をつけながら取り出し、全体を混ぜてしっかりとラップをかぶせ5分ほど蒸らす。とっても上手にできました。もしもの時に役立てるには、一度お家で作ってみることをおすすめします。このチャンネルではいつももしも簡単に美味しく作れるレシピをご紹介していきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。